二人の部屋の扉を閉めて思い出たちにさよなら告げた。あれから半年の時が流れて、やっと笑えるのよ。毎日忙しく生きているわ。新しい人生を私なりに歩いてる。あなたに逢いたくて、逢いたくて、愛してた私の全てをかけて。